ニール・アダムスは、イギリスの柔道選手。ラグビー出身。階級は7 1ラム級と7 8ラム級。身長1 7 8トルプロレスラーのクリス・アダムスは実刑である。兄の影響でレスリング及び柔道を始める。1974年のヨーロッパ化で5 8ラム級で3位になった。1976年のヨーロッパジュニアと、 世界ジュニア 71kg 級でも3位となった。1977年のヨーロッパジュニアでは優勝した。1978年のカノーハイでも3位だった。1979年のヨーロッパ選手権で優勝すると世界選手権でも3位になった。1980年のヨーロッパ選手権では優勝するもモスクワオリンピックでは決勝で イタリアのエツガンバに敗れた。その後階級を 78kg 級に上げると、1981年の世界選手権では、決勝でカセジローを得意の腕座十字型で破って、イギリスの男子選手として初めて世界チャンピオンになった。1983年のヨーロッパ選手権では、優勝するも、世界選手権では、決勝で日陰信ノに敗れて2位だった。 1984年のヨーロッパ選手権では優勝するも、ロサンゼルスオリンピックでは決勝で副兵選手である西ドイツのフランクをいにけに背負い投げで敗れて2大会連続銀メダルにとどまった。1985年のヨーロッパ選手権では5度目の優勝を飾るも、世界選手権では日陰に敗れて3位だった。百八十八年のソウルオリンピックでは3回戦で、 東ドイツのトルステン・ブレヒョートに敗れた。寝技では、アダムス式腕座十字型などを駆使する名手であった。ヨーロッパ各国の強化コーチを歴任し、現在は、ベルギーナショナルチームの監督及びスポーツコンサルタント、アイフのスーパーバイザーや一本、TV のコメンテーターも務めている。71kg 級での戦績 78kg 級での戦績。ありがとうございます。